皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は新発売参考書解説2022年7月版をやっていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは数学の問題成功シリーズだな。今年から始まった進化性に伴って改定された形ね。前は入門問題成功に収録されていなかった整数の性質が収録されているぜ。続いて大学入学共通テスト、面白いほど取れる本のリスニングと地理が改定されたぜ。昨年度の共通テストに対応した形で大きな内容変更があったわけではないわね。続いて数学入試問題集と数学大学入試問題解答集だな。それぞれ昨年度の入試問題から両問を収録しており、最新の問題を解きたい人にはおすすめの問題集だな。科学と物理版も発売されているわ。続いて数学の真髄、論理写像だな。論理写像の本質的理解と論理的思考力の養成を目標にしており、最難関大を目指す人向けの参考書だな。論理の基本、同期変形の応用、写像と地域の参照構成で 1A、2B の一部を取り扱った形になっているぜ。解き方より考え方をこの本で学んで、文字通り数学の真髄を理解することでパターン暗記の数学から脱却できると思うわ。論理、写像と聞いていまいちピンとこない人は手を出す必要はないわね。続いて矢沢のたった6時間で古典文法だな。難関私大専門塾マナリズム教員講師の矢沢祐之介先生による6時間の授業動画を通して古典文法の定着を狙う参考書だな。授業動画付きの参考書は最近増えているわね。講義動画はとてもわかりやすく、本書にも要点整理や一問一答、基本演習といった定着を促す仕掛けが豊富に用意されているため、古文が苦手な人でも比較的手に取りやすい一冊に仕上がっている印象だな。続いて全レベル問題集漢文、漢文の知識ゼロでも、桃太郎の漫画で共通テストまでの力がしっかり身につく、古文漢文集中講義、入試生鮮問題集漢文だな。全レベル問題集はそれぞれ基礎、共通テスト、次大国公立大レベルをカバーしており、使用者層が多そうなのが2だが、共通テストの本紙、追試、思考調査を中心に収録しているため、真新しい問題を解きたい人にはおすすめできないぜ。3については、右の入試生鮮問題集などと同レベル帯の問題集なので見比べてみてというところだな。続いて桃太郎だが漫画を元に地形を抑えていく形にもかかわらず、想像以上に漫画があれなのでおすすめできないぜ。そもそも早覚えと山の山が強すぎるのよね。そして集中講義は面白いほどわかる本や決めるなどと似た役割だが、収録問題数が5巻それぞれ3台ずつなので問題演習をしたい人にはあまり向いていないぜ。続いて共通テスト現代文マッピング解法だな。共通テスト2面分の本紙、追試を収録し、言い換えに着目したマッピング解法を解いていく参考書だな。解説はかなり細かく、丁寧なので現代文をやみくもに読んでいて点数が伸び悩んでいる人には意外と救世主的存在になる参考書かもしれないわ。続いて数学 1A 集中講義だな。共通テストの攻略法がかなりコンパクトにまとまった一冊で情報量は多めの印象を受けるぜ。どの参考書が結局刺さるのか数学はわからないところがあるけど、この参考書は十分役立ちそうな印象を受けたわ。文章題の収録が乏しい点には注意してほしいぜ。続いて英語の集中講義だな。いずれも共通テスト過去問の演習で特定順を整理し、オリジナル問題を演習するという形式だな。それぞれ過去問とオリジナル問題は10題ずつ収録されているぜ。オリジナル問題が収録されている点が高評価ね。解説も丁寧なので解き方がわからないという人は使ってみてもいいと思うぜ。続いて共通テスト英語図表グラフを含む問題だな。リーディングは第3問から第6問、リスニングは第4問から第6問のオリジナル問題を2題ずつ収録しており、比較的難易度の高い大問をオリジナル問題で対策できる貴重な参考書だぜ。直前期に追加する形でも生きてくる参考書だと思うわ。続いて共通テスト英語スパート模試だな。2022年本試験、追試験とオリジナル模試3回分を収録した実践問題集で、実際の試験と同じサイズなのも評価できる点だな。ただ収録数としては寸大や Z 回の方に部があるので、優先度は低いわね。続いて英語長文プラス、トレーニング問題集だな。国公立向けの記述式と私立向けの速読に分かれており、特に記述式は下線部和訳や内容説明の採点基準がかなり詳しく記載されているぜ。その他の問題解説や構文解析も作者の宮下先生らしく丁寧な作りになっているので、誰でも使いやすい問題集だと思うわ。音声がついているのも偉いわね。続いて基礎英作文問題成功だな。英作文の鬼とも呼ばれる竹岡弘信先生の著作で、同著者の英作文が面白いほどわかる本よりもコンパクトにまとまっている印象だな。基礎構文編、鉄則論理表現編、自由英作文編の3部構成で、この参考書でほとんどの大学の英作文はカバーできるぐらいのレベル帯と言っていいだろう。面白本と比べてみて気に入った方を使うといいわね。続いて速単の英文で学ぶ長文問題70、速読英単語詩集編だな。速単の長文70個を問題化して収録しており、豊富な問題演習ができるだけでなく、本文の構造も図解で理解できる一冊だな。速単を極めたい人におすすめだけど、やってる暇ある？というのが本音だわ。続いて入試英語正語問題スピードチェック550だな。550題と豊富な問題数を誇っているが、文法事項ごとに問題がまとまっているため、答えが推測しやすい点がややデメリットだな。これらの参考書と比較して使うか検討してほしいわね。続いて進化系の社会に対応したこれらの参考書だな。いずれもレベルはそこまで高くないので、教科書のサブ的な役割として使って
上げたいわね。大学入学共通テスト地理B が1冊でしっかりわかる本知識編だな。すでに発売されていた系統地理編に続いて発売された1冊で、面白いほどわかる本や実況中継の作者でもある瀬川先生の著作になっているぜ。面白いほどわかる本が有名すぎて影が薄いけど、レイアウトや構成が気に入ればこちらを選んでも全く問題ないと思うわ。続いて共通テストはこれだけ日本史B演習編だな。共通テストはこれだけ日本史B講義編に対応した問題集で、各単元が了解板書矢印ポイント矢印用語選択矢印正誤問題の4部構成になっているぜ。共通テストでのみ日本史を使う人にはかなりおすすめのシリーズね。続いて縦横日本史総整理テーマ史、縦横世界史総整理文化史、メモリートレイン300の出来事で理解するつながる世界史用語の3冊だな。それぞれテーマ史、文化史、用語を整理した参考書なので必要に応じて使ってみてほしいぜ。最後に一度読んだら絶対に忘れない物理の教科書だな。社会人の学び直し向けの読み物系参考書だが各単元の解説とともに公式の背景も解説しているので、苦手な人も一度読んでみると苦手意識が払拭されるかもしれないぜ。12月には科学版も発売予定なのでそれにも注目ね。では今回の動画はここまでだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。